鹿児島が全国に誇る黒牛に黒豚。30年以上鹿児島の食材の魅力を発信し続けてきた店があります。やはりその素材を最大限に引き出すようなやり方でさせていただいております。黒牛黒豚のしゃぶしゃぶにロースカツ、畜産農家が丹精込めて育てたお肉で作る絶品料理をこの店この味で紹介します。お肉に野菜、鹿児島には生産者が丹精込めて育てた豊かな食材がたくさんあります。そんな鹿児島の食材を存分に楽しめるのがこちら、カレン鹿児島店です。鹿児島市山の口町に店を構えるカレンは、JA 県経済連の直営店として1990年にオープン。厳選した県産食材を使い、県外にも店舗を構える人気店です。カレンといえば、厳選したお肉、美味しいお肉がいただけると有名なお店ですよね。ありがとうございます。鹿児島黒牛、鹿児島黒豚を中心とした生産者の皆様が丹精込めて作り上げた上質のお肉を落ち着いた雰囲気の中で提供いたしております。鹿児島黒牛は日本一にも輝きましたもんね。この日本一のお肉を生かした料理を提供しておりますので、ぜひご賞味ください。カレンで使う鹿児島黒牛は A5 ランクのみ。厳選したお肉はランチメニューでも食べられます。ランチのおすすめは鹿児島黒牛黒豚味わいしゃぶしゃぶ。見てください、盛り付けられたお肉綺麗ですよね。美しいサシが入った鹿児島黒牛の上ロースに、鹿児島黒豚はバラ肉と肩ロース2つの部位を食べ比べできます。最初は鹿児島黒牛の方からがおすすめです。近くで見るとすごくこのサシの入り方というか、はい、美しいですね。バランスよく、はい。北海道産昆布から取った出汁にお肉をさっとくぐらせます。赤身が消えたら食べ頃。鹿児島の醤油だいだいに昆布や鰹節を入れて熟成させたポン酢でさっぱりといただきます。うん、お肉すごく柔らかいですね。もう口の中ですぐとろっとなくなってしまいますね。特に鹿児島大自然の中で育まれた黒牛さんですので、ストレスをためずにバランスよく脂が入っておりますので、柔らかくて甘みがあって美味しい。ここがもう何といっても特徴です。鹿児島黒牛のしゃぶしゃぶはカレンの創業当時からある看板料理。後に鹿児島黒豚のしゃぶしゃぶも加わり、食べ比べできる味わいしゃぶしゃぶが生まれました。黒豚がまた黒牛とは違 う、 もう独特の甘みがありますので、非常に美味しくて県外の皆さんも満足していただいております。味わいしゃぶしゃぶで食べられる2つの部位のうち、より黒豚の甘さを感じることができるのがバラ肉です。こちらはごまだれでいただきます。しっかりとした脂身の甘さ、赤身とのバランスもいいですし、全然くどくならないというか、他の豚に比べてですね、旨味成分のアミノ酸を多く含んでいますので、また融点が他の豚よりも高いですので、甘くあっさりと繊維も細かくて歯切れよくですね、召し上がっていただけると思います。鹿児島の黒牛と黒豚がセットになるっていうのもまた豪華ですね。今一番カレンでも人気メニューになります。もう丸ごと鹿児島という、まさにオール鹿児島。そうですね。いや、贅沢ですね。生産者の皆さんが丹精込めて、本当日々の努力の賜物だと思います。我々作り手側の方もですね、やはりその素材を最大限に引き出すようなやり方でさせていただいております。素材を生かした料理作りを行うカレン、この鹿児島黒豚厚切りロースカツでは、しゃぶしゃぶとは違った黒豚の味わいを楽しめます。お肉大きいですね。通常が 150g のところ 200g、 ずっしりしますね。
まずは坊津産の粗塩をつけてあっさりといただきます。柔らかい。この鹿児島黒豚の脂身、塩で食べる分より旨味というか甘みっていうのが際立ちますね。そうですね。繊維が細かいので厚切りでも柔らかい食感を楽しめます。またこの自家製ブレンドのソースにはあるこだわりが。黒豚の上質のお肉の味をですね、壊さないような形で楽しめるようなソースになっております。お肉の旨味と甘みっていうのはしっかり伝わりますし、このソースの甘さっていうのもまたバランスがいいですね。サクサクの衣と柔らかいお肉ととんかつソース、もうたまらないですよね。特にこの厚切りロースカツになりますとボリューム感ありますので、比較的やはり若い方が多いんですけど、しつこくなく食べられるということでご注文たくさんいただいております。鹿児島っていうのは美味しい食材の宝庫ですね。30年以上こちらの方で営業しておりますけども、これだけ上質の農畜産物を作っていただいている、そこの感謝の気持ちを忘れずにですね、これからも県内外海外まで含めて、ぜひこちらの方で情報を発信して鹿児島の食のブランド力を高めていければと思っております。はい、どれもとても美味しそうでした。ではお店の場所を確認しましょう。鹿児島市山の口町電車通りの二貫橋交差点を鹿児島ワシントンホテルプラザ方面へ、二貫橋通りをしばらく進むと右側にあります。営業時間はご覧の通り、定休日は第3日曜日、ただし連休の場合は連休最終日となります。本日ご紹介したランチメニューで使用されている鹿児島産の黒毛和牛や鹿児島黒豚は産地直送通販サイト JA タウンでも購入できます。鹿児島の農畜産物を送るだけでなく、全国各地の産地からお取り寄せするのにも便利なサイトです。